いっちゃった洋服鮮やかいやイエーイ <laughs> そう今日ピンクなんだけどお洋服がそれで後ろもピンクだからなんかちょうどあった感じ <laughs> やったねみんなおはようおはようじゃないこんばんは ちょっとまだメイクをしきってないのでしたいと思うのと同時にあとですね今日これを買ってきましたエチュードグロウフィ,スフィクシングティントでございますそうなんか可愛いよねなんかパッケージとっても可愛くてさえっ何これと思ってパッケージでまず目を引かれ目が引かれる目をかかれてそっから 何色かわいいかなと思ったらなんかすごいかわいいの見つけたからつけたいと思いますマジでこれかわいいのごめんねよしよしよし,よしすごいかわいいでしょ こんんななな感じでなんかなんだろうすごくなんだろうねあのピンク赤みたいな両方混じってる感じなんですよ本当に。とにだからすごい可愛くてね <laughs> いい感じでございます。であとさみんなにちょっと今あの発覚したことがあってそういえば。 今ね、一瞬パンって切れ切れつっていうかなんか残り何パーセントですって来たんだけど本当は私めっちゃあの何であれやってるんですよ充電入れてるのにあの充電が充電してないことになってるのはよくあって今その状態なので多分一回切,れ切ることになりますそうまた一回電源切って配信すれば多分充電さしても 何だろう充電したことになるんですけど今充電さしても充電したことになってないのでそうよく刺ささせないそんなことはないですまあよくあることだからごめんねだから途中で切る一回そうさっき22%の状態でであの何何だろうコンセントを指して 配信したのに残り20%ですってくるのはおかしいから多分またそういうことになってるまあよくあるので1日に1回はありますそういう時は電源切らないと無理なんだよね他の何他のやつさしても無理なんですよ <laughs>、まあ、うんまあうんいやあのみ,みんなありがとうございますけどもあの大丈夫です はいということで久々の1時間半配信,半配信何をしようかと思っていたのですが最近のねやっぱり公演とかあとまだ語りきれてないところがたくさんあるのでそれをたくさん喋っていこうかなって思いますうんなんだろうね最近本当にメールを送れてなくて今日もおはようメールを送ろうと思って あの何を送ろうとしてたんですけど気づいたら寝てたので <laughs> そしたら遅れ,遅れてなかったから「おはようである」までしか書いてなかったからそうだからちょっとなんでしょうねあの「今日の夜また送ろうと思います」 う久々に時間ができて今日も放課後お友達とたくさん遊んでこれてとっても楽しい一日でしたそうそれで配信はねいつも朝にすごくすごくすごくあのもう何朝配信何喋ってるかも私記憶ないんですけどいつ,いつにたってもそうだから ね、久々に配信ができてしっかりとしたというか <laughs> しっかりとメイクとかもして配信できたのが久々でとても嬉しいです磯部家ケーキ効果ありがとう <laughs> 効果なのかなうん よいしょスタバン新作も飲んだうん飲みましたそう飲んだの飲んだのあのねピンクあのいちごのやつそういちごのやつ飲んだんだけどめっちゃあのよかったですそうめっちゃなんか混ぜたつもりなんだけどいちごなんか下にすごいいちごのソー,ソースっていうか果肉とかがいっぱい溜まっててだから混ぜようと思ったんですけどめっちゃ混ぜてもう途中からもうなんか ミルクみたいな <laughs> そんな感じでそうだから多分いちごミルクって言って多分にしに2回2種類の味が楽しめるみたいな感じなんですけどそう今日もね実際飲んできましたとっても美味しかったです <laughs> そうなんかなんだろうねその学校のお友達がその スタバーもうなんだーみたいな感じで言ってきて結構なんかみんな「え飲んでない飲んでない飲んでない」みたいな感じだったから私飲んだんだよなと思いながらも <laughs>「飲んだんだ」んてうか「飲んだ」って思いながらも「飲んでない」って言ってそう周りに合わせて飲みに行きました <laughs> そうなんか一人だけ飲んだって言ってもなと思ったから <coughs> そうそれで飲んだらあんなじ美味しくてあ幸せでしたねこんばんはそうもう二回も飲んだんだスタバめっちゃ美味しかったよみんなも飲んでみてね <laughs> みんなもぜひ飲んでみてください 大人ありがとうそうですねあと近況近近,近況状況 <laughs> 近況状況はうん最近はよくメンバーと電話をしていますそう夜とかに電話してで私が毎回っていうかほぼ私が毎回電話を 電話誘ってるくせに私が最初に寝るっていうそ <laughs> ので朝起きたらなんかグループグループ電話みたいな感じなんですけどそのところであのなんだろうね私だけ通話中みたいになっててそう <laughs> 寝るとこうなりますそう朝起きたら一人だけ電話つながってるみたいな感じになっててそうよく。 普通話しながらあの勝手に寝てしまいますね。それはしょうがないことです。<laughs> そうですね。明日スタバ行くってだからベイちゃんと食べるするね。うんぜひお願いします。フェルメール見て買ってきた。本当に。 ね、毎年イチゴは飲んでるから本当においしかったですね誕生日サプライズの時撮った集合写真ベルちゃん見,て見ましたようん今日も美しいありがとうございますうんよいしょそうだねやっぱり 何の話してたっけ今待って忘れた何の話だっけあそうサバサバサバ本当に美味しかったので皆さん是非食べてみてくださいもうケーキなくなったうん2日目でなくなったかな2日目の昼くらいかなだから私2切れ食べました合計でそうなんかだけど一切れで正直本当に結構お腹いっぱいだったのでそう なんかケーキって美味しいなって改めて思いましたし次の次家族でケーキ食べるときはお兄ちゃんの番ですねそう兄ちゃんはあのそあの次あるのでその時にまたケーキが食べれたらなって思います私はちなみにサーティワンのアイスが大好きなのでぜひサーティワンをあのケーキにしていただければなとお兄ちゃんにちょっと願っておりますはい <laughs> 31のポッピングシャワーが大好きで本当に小さい頃から毎,毎回毎回頼む時はポッピングシャワーだったので、うん、ポッピングもうポッピングポッピング <laughs> 食べたいなそう 歯が青くなるケーキそうだねやっぱり赤青のケーキを作ってもらったから私のサイレムカラーのだからあの青青色って多分あれかなその食べ物であ,のあんまりないからこそ多分色がね多分つきやすかったんでしょうね歯に <laughs> めっちゃめっちゃ歯についてさ笑ったら「えみたいな「えなんか私なんか歯の血色悪くね」みたいな「<laughs> 歯の血色悪くね」と思ってよく見たらなんかめっちゃ青くなってびっくりしたね うん、そうそうそうパチパチするのが好きなのまあそれもあるかなうんそうですねお兄ちゃんのケーキもルアちゃんがデザインうん、うん、デザインはなんだろう結構ルアの誕生日は毎年してますけどどうだろうねお兄ちゃんとかは今日一と年とかはなんかデザインのケーキでしたけど 去年,去年は覚えてないですね何だったんだろう去年 <laughs> わかんないけどそうだねなんかでもデザインとかあったらもねまた私はデ,デザインしませんけどうんちょっとなんかいい感じのケーキをね見てみたいですねポッピングシャワーってラムネ味あそうなのわかんないやわかんないけどとりあえず甘いのが好きなのでポッピングシャワーとあと何パチパチする か何食,食感っていうのかなそれがとても好きですねスモールダブルあスモールダブルが最大そうだねじゃあスモールダブルで <laughs> うんうんそうそんな感じです舌は大丈夫だったうん 多分大丈夫だと思う。そう、それよりも歯が、歯が青かった。<laughs> そうだね。うんうん。十八日研究生講演当たってありがとうございます。めっちゃ嬉しい。そうだね。十八日。は研究生講演があります。九日ぶりかな、その時は。そう。で、その次が二十三、二十五が多分あって。 そう結構その後半は結構パーティーが多いんじゃないかなって思うので皆さんぜひあの平日ですがお時間あったらパーティー一緒にしましょう <laughs> 一緒にパーティーしたいなって思います他に昔から変わらず好きな食べ物毎回好きな食べ物の欄に「欄」欄に「あのイチゴ」って書いてました。<laughs> 毎回好きな食べ物はって聞かれたいちごです」って小さい頃からずっと答えてるんですけど最近はでも「コーン」とか「パイナップルです」とかなんかいろんなねそうメロンパンですとかよくいろんなことを言ってます <laughs> そうだけどそのアイドルになる前はずっと「いちご」って言い続けてきましたねうんそうだよね平日だからちょっと生きづらい方ももしかしたらいるかもしれないんですけどもうんちゃんと もしもし行けたらでいいから来てほしいなそういえばはるちゃんとお洋服一緒そうだったそうそうそうオフラインおしゃべり会の時になんか普通に服着てたんですよあの最終審査の時の服そしたらカルちゃんがなんか人のその会場にやってきて「おおはるちゃんはるちゃん」みたいな感じでそれでまあしばらくして写真撮ろうみたいな感じになった時に「えっ?」みたいな「えっ?」 言われたからはるちゃんが「えみたいに言われたから「えっ?」と思って何,何,何だろうと思ったらなんか「えこれって最終審査の時に着てた服だよね」みたいな感じで言われて「あそうだよ」みたいな言ったら「え私もなんだけど」みたいなその時にそれ言われて「あそういえばはるちゃんこの服だった」って思ってそうそこで運命感じてね写真撮りましたすごくないマジで運命って感じ15分経過しましたありがとうございます はるちゃんねよく覚えててくれてありがとうだよね本当にいちごって書くの小さい頃から愛すのそしてあるね <laughs> 本当にいちごが好きだったっていうのもあるしあとはアイカツアイカツの初期の方のアイカツでいちごちゃんっていう子がいてその子が好きだったっていうのも多分影響されてると思いますうんでも本当にいちごは好きだった 食べ物のイチゴねグミじゃないのあグミ好きですよ今日もねあのコンビニで、ね、買,買おうかギリギリ迷って結局あの焼き鳥を買ってきました今日は <laughs> 焼き鳥買おうかグミ買おうか迷って結局焼き鳥買ってきたら弟が食べたいって言うから一本あげました ね、まあグミはまた買おうと思いますそうでもこの前あのお友達からシャリモニグミもらって「あーはあ!」ってなってそう嬉しかったアニメ見るアニメは見ないですねそうだねうんなんか見る時間がちょっとあんまり取れないっていうかそうドラマでドラマ一本だけ見てるんですけど今追,追っかけ追っかけっていうか。 なうっていうの今シーズンのやつでそれを追っかけるのでも結構一苦労なのでうちょっとアニメまではちょっとまだ今今はいけないかなって思うんですけどまたねそのちょっと年月経ってから多分その見逃し配信みたいな多分今後あると思うそういうのでもねまた見ようと思います。 おいしいねおいしいよねみゆみゆさんはあかりおしあかりちゃんおいしいそうですよねうんわかる相方の話まだみゆみゆさんとしてないなルアちゃんこんばんはアちゃん握力どのくらいあるえっとこの前最新の最新の何あのた体力測定で私はえっとね23とかでした右23左18だった気がするそう あみんな体力測定の結果知りたいもしかして <laughs> ちょごめんちょっとあのね2回に分けて体,なんか体育の授業であの何やるみたいな感じだったんですけどちょっと片方しか行けなかったのでちょっと途中までの結果しかなかったんな,ないんですけど聞きたいかなみんな <laughs> 焼き鳥美味しいよね焼き鳥だった焼き鳥って言っちゃった 焼きき鳥何が好きなの皮うん、めっちゃ皮好きそうそう皮持ち帰ってきた持ち,持ち帰ってきたっていうか買ってきたそう私の体力測定はまずえっと何から言おう反復反復横跳びが51回でしたはいソフトボールあソフトボールはないですね反復横跳び51回で上体起こしなんで上体起こしって何ここれこれ <laughs> これかな分かんないけどこれが状態起こしだったら状態起こしがうん何回だっけ30回三十回だった気がするぴったりだった気がするうん30え三 30? え30だ30うん三十え20か30迷った30か <laughs> 30かそう30であと何したっけあとあれなんかなんか みたいな <laughs> ちょっと待ってえなんかあるじゃん立ち幅跳び立ち幅跳びかな分かんない合ってる立ち幅跳び立ち幅跳びかな立ち幅跳びが確か1 2 3ンチだった気がするそうえなんでこんな覚えてんだろうか神神じゃない私記憶力良すぎるでしょ十2 3ンチでそう立ち幅跳びはえっと小学校1年生の時よりあの落ちました記録が小学校6 1>, 1年生の時はマジで立ち幅跳びすごい私飛んでてそう1 5 0ン百1 5 0ンチくらい多分行ってたんだろうねそうなんか今の方が全然飛べてなくてどうしたみたいなまたそうそびはちょっとアイドルって感じです <laughs> 腹筋割,割れてないよ割れつもりは今はない前屈あょうど耐前屈みたいなやつあれはねなんだっけ 四十センチくらいあった気がする。うん、四十何センチだった。四十前半だったかな。うん、うん、うん。そう、なんかね。こうやるじゃん、まず。こう、こうやって、長座体で。わあってやるじゃん。もう勢いよく行った方が、ん記録の便ゃねと思って、なんか。ぐいって痛い、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 と、多分、ダメだから、もう一瞬で痛みはもう抑えようと思って。長座体で。わあってやってる。四十何センチだった。<laughs> そ,うそ,うそう、そう、そう。 ラッキーみたいなシャトルランやったやってないですシャトルランなかったそのくらいかなあとはうんちょっとそこまでしかやれてないかもしれない握力あ握力はささっき言ったんだけど23右23左18そう左どうしたみたいなだからさみんな左手でその何腕相撲しようとか言われてもあの全然負けます けど右腕で腕相撲あったらちょっと私あのここ強いんでここなんかこ <laughs> こ,こはちょっとバドでも使ってたしここ強いんでここだけは結構できますここ <laughs> <laughs> だから腕相撲はちょっと右で勝負しましょう走り高跳び何それあそれねあやってないやなんかねでもなんか なん中学生の時はやってて結構ななところ行ったかもしれないちょっと何センチがいいのか分からないけどなんかもうちょっと頑張ろうっていうそのなんかグループとなんかこれからも高みを目指していこうみたいなもうなんかもうトップクラスみたいな感じの走り幅跳びだっけのなんかグループで分かれてて私はギリそっち側だったギリ <laughs>。 ギリ高みを目指そうのところだったギリギリねそっちそうだけどやばかった走り高跳びはまず走り方が私おかしいのでなん,かなんかステップ踏まないといけないじゃないですかなんか <laughs> ちょっとそれが難しかったんですけどなんとか跳べ,べるところは跳べました跳び箱とかもまだやってないから無理だけどだけど馬跳びは結構得意ですうん 今日も馬跳びしたんだけど <laughs>。今日も馬跳びしてみたんだけど、そう、馬跳びは結構得意です。うん。飛ぶ方は得意だよ。だけど、馬跳び、あの、飛ばれる方の、あの、体勢すごくきついので、ね、あれ無理です。<laughs> 馬跳び飛ぶ方は得意なんだけどな。 今今もバドしてるの、うん今はしてないんですよ。だけどラケットとかまだ全然残ってるからなんかいつかやりたいなみたいやりたーいと思います。跳び懐かしいでしょ。反復よかったり反復よかったびは五十なんて言ったっけさっき五十一だっけ五十回だっけ忘れたけどそこら辺でした。うん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 。 なかなかいい方だって気がするけどけどやっぱり私あれですねなんだっけなんか幅跳びだっけ立ち幅跳びがほんとに無理そうなあまあ体力測定てはいいでしょう私は女の子アイドル女の子アイドル女の子 フフフフタイバコッまだあのねあるのかなどう,どういうことだあ,あるあるうんえまあそんな感じで緊張状況最近の体力測定でございましたルア <laughs> <laughs> ちゃんはあ,よあおしははやい方私は足は遅いですめっちゃめっちゃ遅い9秒とかだったそう やばいよねえそれもまたちょっと小学生の時にあの遡るんですけど <laughs> 遡るんですけど小学生の時は結構行ってましたもう8秒前半とかだった気がするあれどうしたどこでなんか私踏み間違えたかなみたいなえ途中まで体力体力っていうかすごい運動神経抜群女子だったので急になんか ね、時給走もだん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 順位落ちていくしみたいな <laughs> 何があったんでしょうね多分サッカーやめたからだと思いますそう途中でサッカーやめちゃったからそれで体力落ちてもう水泳もやめちゃってさ体力落ちてみたいなそうなんか全部体力落ちるのみたいなね 100m あ 100m9 秒は結構すごいですね 50m です研究生でスポーツテストやってもらえるね私もしたいんだけどね そうそうそうだけどねちょっと危ないっていう方も結構いらっしゃるっぽいのでそれでできないですねうんルアちゃん笑顔が100点だから大丈夫ありがとう笑顔で許されますから体力 <laughs> やっちゃったーみたいな <laughs> あ体力大丈夫あそっちの体力は大丈夫ですよあの踊る方の体力は結構自信な我ながら自信があります多分 <laughs> 多分付け足しておく縄跳び得意得意ですねあ ダメかもしれない後ろ飛びが結構ぎこちないです「ぎこちないですけど飛べます」そうおかしいけどそう後ろ縄跳びの後ろ跳びはできますで後ろあや後ろあやが一番得意かもしれない後ろ飛びの中でねそうなんかこう越えたんじゃんなんか <laughs> 最近縄跳びやってないからちょっとやってみたいんですけど多分やったら多分近所迷惑になるんじゃねみたいな。 そうだからちょっとどこかしらでやれるところがあったらやりたいですねうん体力 <laughs> わわ残り10%だってねどうしようこう,ちょっとうどうにかできないかなあれ変えてみようかなどうしようこれでできなかったらもう私は配信を一回切ってまたやるしかないんだけど。 うんよいしょ頑張れ頑張ってくれまあいいや馬になってベルちゃんに飛んでほしい <laughs> ねうんうんうん公園で体力を鍛えてるそうですねそうだねまあ体力があるからこそあのダンスというかまあなかなか 激しいダンスができているのなの可能かもしれないと思われます。女の子やったことあるやったことあるクラス対抗とかよくあってそれで結構ねあったんですけど、うん、結構できてた気がするハの字跳びは得意だったとしかこれ <laughs> 私よく八の字跳び先頭だったな <laughs> やばくないですかほんとにマジでその時は結構陽キャで陽キャっていうかそう陽キャだったんですよ八の字跳び先頭だったなうんやばいよね女の子が先頭ってあんまりないあ <laughs> <laughs> うん 本当にねそれも多分無理じゃん多分何のどのやつに変えても無理なんだよね体幹とか鍛えてる鍛えてないですよあんまり鍛えるとも俺もない 一緒に縄旅したい <laughs> えなんかさミニコーナーでとかでやってみたいね今さすごいあの皆さんのコメント見て今やってみたいなって思ったんだけどええー「陽気でも好きありがとう」「ありがとう」<laughs> ありがとう「オーナナ跳び入るタイミング苦手」わかるなんかね慣れるまでマジ時間かかったんだけどそうなんか私はいけると思って行ってみたらなんかイエーイみたいな感じになりました。 ぶちゃちん高校生の時から学割使ったなんだろうねまだけど学割割かはわからないけど学生だから何々っていう特,特典みたいなのはあのもうありましたねそうやったね学生でよかった日18日にやる <laughs> やってみたいな、ね、でもいいな トビ特有のメンバーいたら縄跳びコーナーねしてみめたいけどでもミニコーナー一人だからさ今後ねだから一人でなんか音楽もかけれないからミニコーナーはそうどうしようミニコーナーって普通にシュールじゃない考えてみると待って今すごいいいなと思ったんだけどよく考えるとシュールだね音楽かからず <laughs> 書かれてかもう無音で無音で私がひたすら真顔で飛び,つ飛び,飛び続ける <laughs> あって考えただけで面白いんですけど <laughs> やばか <laughs> あでも皆さんの声援があるね皆さん声援があるか頑張れ芽郁ちゃん頑張れ!」みたいな感じだったらちょっといけるシュールだよねシュールだよね。<laughs> あ、みんな歌ってくれるありがとうそれは嬉しいそれはありがたい一番一番ありがたいんだけど <laughs> ちょっとちょっとしうるだな歌いながら歌いながらすごいあのこうなるけどいい未来はいつもーとかなる大丈夫かなそれでも <laughs> まだ9時する過ぎてることになれないそうだねもう9時過ぎた2回目の配信ですね9時過ぎてからもう配信するのが こじすぎてもルアです。<laughs> ルアはルア悪はでーす。ね、まあシュールスキー逆にいっか新しくていいかもしれないね。うん、ルアちゃん逆上がりできる。できてたけど今わかんない。今鉄棒とか見ないんだよね。本当に短短まじか？わかんないけどそこら辺に鉄棒がないから。え、ね、どうどうなんだろうね。<laughs> 鉄棒鉄棒や,やりたいななんかねその小学校の頃のところ時のすごく仲が良かったのお友達の話をするとなんか鉄棒の下になんかその前日その鉄棒で遊んでた時の前日にすごい大雨が降ってその鉄棒の下のところにすごいあの池が池,池じゃないね泥が溜まってたんですね。もうななんか水たまりみたいな水たたたたままりりみいがあったの そうその子がでその次の日にねそのなんか走,走って坂なんだろ走って鉄棒掴んで坂上がりみたいなことをするって言ったからもう頑張ってみたいな感じで見守ってたらなんかその走って鉄棒掴むのをなんかつか,つかみそびれたというかそうそれで滑ってそう水たまり泥の水たまりにバシャーンって言った。 がありましたねそういえば鉄棒ではそうそうそうねそんな時もありましたそうお友達の話なんだけどね <laughs> そうびっくりしたあの時はそうその日がちょうど授業参観みたいなの、ね、その昼休みのあと授業参観みたいな感じで「へえ」みたいな焦ってた記憶があった今 <laughs> 思い出したね今うんうんうん 声出してできるか応援できるそうだね。うん、う,んうん。18日頑張ります。ありがとうございます。コール嬉しい！全然あのなんだろうね。コールとか全然してない方もいらっしゃいますしそうね。結構、私のファンの方でもあのコロナが、はい、流行し始めてから、そのルアちゃんのことをし、ルアちゃんのことしたのは当たり前か。それはコロナ後に。 お披露目したから NGT のファンになりましたっていう方とかも結構いらっしゃってそれで結構悩んでる方も結構私の周りにいるので全然あのいまだにそのなんかたタ,イタイガーとかさサイバーとかはちょっとわからないんですけどそうね全然あのなくても大丈夫ですのでうん。 だから、安心してね。<laughs> 運転得意だった、運転ってなんだっけ、なん、え、なんかわかる気がする、何それ。うん。なんかあったっけ。どれだらけで授業参加、あ、確かに体操着着てた気がする、そう、その時結局。ロアちゃんのこと知って、まだ五ヶ月くらい、おお。本当ですか。嬉しい。これからですね。 ね、なんか憧れるんですよねルアちゃん推し8年ルアちゃん推し10年とかさ皆さんと一緒に年を取っていくというのが結構憧れであってそう長年や,らやるってことになりますけどうんうんうんぶら下げながら前に進むやつああんかあったねちょっとできないやそれ ちょっとごめんね急に急にあのごめんなさい急に <laughs> ちょっと前髪前髪やり始めたいいこと言ったあ本当にやったみんなと一緒に年をとっていきたいってあ年を重ねるそうですね本当にその通りだとその通りだと思います,いますさっきよりさっきよりの悪くなないかもう一回やろう わー本当にマイク面白いんだよなんかこれ慣れてきたもはやなんかさアイロンすると必ずこうなるんですよね普通におかしいの海苔じゃんみたいなね海苔なんですそうこのくらいの前髪になりたいんだよねルワどう思う <laughs> このくらいののかここら辺にも,もっとあったらいい ベルちゃんの未来楽しみにありがとう嬉しいア私の未来想像できないんだけどみんな想像できる艶がある韓国のり <laughs> 確かに韓国のりみたいだね確かにルアちゃん飛び箱いくつまで飛べるうんとねルアはいくつだっけ6段とかかな うん、6段くらいはいけた気がする7段くらいでもうあの月指とかして小2の時にそれ以降もうそれ以降もうなんかなんだろうそう一回小学2年生の時に月指したんですよ鳥箱飛んでたら高いのをねそう7段8段とか飛んでたら月指したからそれ以降もう。 僕小っちゃいのしか飛んでなくて六段くらいまでしか飛べないけど多分今は今多分四段くらいで多分もう精一杯だと思います。そうちょうど馬飛びくらいがね四段くらいなんじゃないかなと <laughs> ち,ちょうど多分あの飛び箱四段が馬飛びなの人人の馬飛びのと同じ高さくらいなんじゃないかなって思うので多分四段がちょうどいいですね今は。 箱飛ぶ時に「手」って叫ぶ <laughs> 叫んでる場合じゃないんだよね本当に飛び箱って結構緊張するんですよ本当にしかもなんかクラスメイトがいっぱいいるみたいな状態で結構やっぱり飛び箱の数って数限られてくるからみんな後ろで待つじゃないですか一人が飛ぶのだから結構見られるからそれも緊張するんですよねうん だからまあ今は本当に1年くらいトヨコはやってないけどまた何かね企画とかでねなんか体力測定みたいなあったらいいんだけどね体操着とか着てね赤青体操着とかないかな <laughs> 赤青体操着とかあったらいいんだけど、うん、そういうのもやってみたいなって思いますね。反復赤ちゃんは結構私得意だし。 なかなか音楽は得意ですか音楽あ合唱とかってことかな合唱は結構得意ですよ、うん、待って嬉しいちょっと待って待って待って充電器変えたらさ充電器変えたら充電できてるやった嬉しい <laughs> そうさっきさ充電器かみんなに見せると この充電器をねあの挿して配信してたら充電器挿してるはずなのに電充電減ってるからそしたらママ氏がもう一個の充電器を持ってきてくれてそれ挿したらなんか充電されてたよかった一安心ごめんねみんな迷惑かけてあの無事その件については解決いたしました <laughs> 解決ですよかったよかった 気がつかないよ気が切る光る真実ここ好きなんですよ <laughs> うん私もやりたいなこんばんはテイありがとうございますこんばんは 今日ねあのね暑いと思ってなんだろう一回一回長袖を半袖にしたんですよそしたらなんか次寒くなってえ寒いみたいな,なんか今日今日の天気とか最近の天気よく分かりませんじゃないですかえちょっと待ってよく分からなくないですかあみんなこれ好きでここ好きだよいいよね なんだ分かんないけどさ <laughs> あ5月7日はだって雨だったしまあ雨だったけどその分みんなとね素敵な時間を過ごせたからまあ大丈夫なんだけど本当にうん温度変化激しいよ、ね、そうさすがに明日でも明日ね久々にあの天気を見てみたんですよ明日の天気って調べて。 そしたらなんとすごくあの天気が良さそうな感じのあの晴れマークがついてたのでパッパッパッとよっしゃっ <laughs> よかったそうなんか雨だと本当にあの湿気でで髪の毛が崩れるんですよえ待って朝めっちゃめっちゃ髪の毛伸ばしたんだけどみたいなまっすぐにしたんだけどなんでこんなうねってんのみたいな感じよくなるので。 よかったそういうのそういうのは最近ないぞ春だとテンション上がるわかるねよく朝配信でさあのこうやってカーテン開けてるけどさそう、まあ、今は真っ暗だよね今真っ暗だ反射して自分の部屋が見えます外見るとよいしょっ <coughs> そまあ、今日の天気はちょっと寒かったけど、まあ、晴れてたのでよしとして明日も晴れてるといいなと切実に思いますはるちゃんベル早くベルちゃんコールで喉潰した <laughs> 潰しちゃダメだよらちゃんは朝パン派それともご飯派うんと何食べてんだろうねごめんね本当に朝の記憶ないんだ毎日毎日毎日今日はちなみになんかマオがなんか一つのさらにの なんか白いご飯であとおかずなんちゃらかんちゃらんちゃらかんちゃらみたいな一ワンプレートみたいな感じで作ってくれたんだけどそれが結構ご飯だったからご飯も食べたしでもパン食べるときもあるんだけどなんだろうねアイスじゃないのあアイスも食べましたそうアイスも食べたよ けどなんかそれで次リビング行ったらなんか用意されてたからえっじゃあ食べようと思って <laughs> アイス朝ごはんにしようと思ったけどリビング行ったらなんか用意されてたから食べましたどっちも派だけどごは飯,飯が出てくることが多いんじゃないかなって思います <laughs> コーン派だったよねあー確かにねあのコーンはねよくあの昼食で食べてますよあやごはおおてかなんなん食べない時も結構あるんだよねそう時間がなくてみたいな朝ガチで時間ないんだよね最近どうしたみたいなそうなんか余裕ぶっこいで寝てるんですよね最近ダメダメダメ <laughs> ダメダメ本当にうわワちゃんたらそうだから朝配信してもその後ちょっと寝るんですね必ずちょっとちょっとだけねそうそれが多分いけないんだよねそれで時間なくなって「ワイヤーみたいな感じでご飯食べなかったりねそう忘れ物したりみたいなよくあるからまあおっちょこちょいベルちゃんってことでいい 最近よくと食べてない、うん、食べてないねうんあだけどなんだろう売ってるやつは食べてますなんだ全部売ってるかわ <laughs> かんないけど、うん、やばいその汗をさすつかないがめっちゃ流れてるもうずっとこれやってたけど <laughs> ずっとその汗は。 はあはあはあ <coughs> そういえばあのなんだっけなつきちゃんとゆうなちゃんのリバイバル公演の初日が決定しまして結構あのなんだろう皆さんもびっくりされてると思うびっくりというかおうだんだんだんなな3期生が初日を迎えてきたなと思う頃だと思うのですがなんだろうね みんな何の曲お好きですかみんなリバイバルの曲で何の曲が好きなのかちょっと聞きたいなと思って <laughs> 私もね結構リバイバル公演は DMM で見させていただいてるので結構あの何だろうね話し合う気がするみんなと。<laughs> 君のニュース、あ、いいですよね。わかる。なんか私も。なんだろう、ね、あのど、なんだろう、あの雰囲気がすごい好きで。一部終わりって感じがしますよね。うん。わかる。左腕、左腕、うおー。左腕。なんかさ、私もちょっとね、あれ。ちょっと踊ってみたいなみたいな思っちゃって。左なので、ちょっとなんかやってみたんだけど。うう、無理なんだけどみたいな。<laughs> そう。すごい難しい振り付けだけど、めっちゃ可愛いですよね。うん。 わかる。ね、あつマナさんの連れて行ってよとかなんかが好きですね。マナさんって思ってますも一回、うん。祈りうーんうんうんで最初のイントロのなんかこうこういうところが好きですわ <laughs> かるかななんか手伸ばして。うん 未だにリバイほバことない本当に今度見に来てね2人の自転車う,ーんう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 んいいですよなんか私あの歌詞がすごい好きでなんだろうね歌詞が好きなんですそのわ、ね、かるかなみんな,なんかおちさび特に落ちサビがとても私は好きですねあれは 左腕や話し合いた冷蔵庫うーん冷蔵庫冷蔵庫もやりたいですねなんかこういう感じですよね <laughs> そう私も今日の冷蔵庫の中身はとかちょっと言ってみたいなと思いますねんうんラスベガスで結構うん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 、うん あれはやっぱりセンターのあの日向さんやカエリーさんの,あのしなやかな動きといいますかやっぱりバレエ経験者だったのでそのお二人方はだからすごい見いちゃうというかそうバレエってすごいんだなみたいなすごい美しい踊り方をするのでよくセンターの何方を見てますね。 冷蔵庫の中身は、ええー、なんだろうね。ええ、ええ、ええ、わかんない。即 <laughs> 興で、即興で決めると、冷蔵庫の中身なんだろう、今日。今日、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 今日。あ。ドリアでーす。はい、これはさっき食べた私の,の、夜ご飯です <laughs>。ちょっと冷蔵庫の中身、ドリアにしといたわ。 そういえばさっきドリア食べたんです配信直前にそう焦ってやばいもう配信時間じゃんと思って結構急いで食べてましたドリアドリアおいしいよねドリア私冷凍食品のドリアが好きなんですよね冷蔵庫とラスベガスうーんそうですいいですよねふんほうほうほうわし出るときにリバイバルを学習するありがとうございますね私もいつかね外リバイバルが ね、初日迎えられたらなと思っていますけど皆さん是非ちょっと楽しみに待っててくださいね <laughs> 天体曲は「誇りの丘ユニットイラスベガス」うんー結構ラスベガスが多いですね誇りの丘私も好きですめっちゃなんだろうなんか「テレレテレテ」の最初おばあちゃんが終わってから光が照明がバッてくるじゃないですか その時のその皆さんの笑顔というかメンバーの笑顔はとても輝いていて、それがすごい曲とマッチしていて可愛いですよね。うん <laughs>。左 <coughs> 上時はる,るはるかさんの自分の歌でじゃない時の表情が好き。おおすごいめっちゃしっかり見てみますね。ロシアでる時に行きます。ありがとうございます。 みなさんは顔などが幼い感じがするので話し合えたら左の腕でレビュースーバイバルコイがチェするの楽しみにしますありがとうございます楽しみにしててね北りの和歌はえ歌詞が NGT にあってるふん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 おーおーラのラスベガスお願いします <laughs> えー待ってみんなすごいラスベガス好きなんだねありがとう嬉しい 冷蔵庫の中身ベルを <laughs> うんベル棒凍ってたら面白いねはるちゃんベルの意味今知ったえどういうことベルの意味えっ私がベルちゃんとあだ名の意味ってことマジ本当にわおびっくりでも 嬉しい知ってくれるのはそれでどっちにしろ知ってくれるのはうしい喋ってと唇の色なくなってくる私唇の形が本当にどんどん吸っちゃう吸っちゃう唇してるのでまた塗り直さないと無理なんだよね <laughs> そう,そう唇薄いからすぐね内側いっちゃうんですよそれ本気の中身うん 「あでいいで <laughs> かりたたえで僕のあとに続けそこで眠るものよ」 誕生日ありがとうございます。あ、そういえば、お誕生日のね、なんプレゼントをね。あのメンバーの方々からいただきまして。えっと、なんだっけ、ゆめさんと、あと、みゆさんと、となつきちゃん。と、あと、すもちゃんにプレゼントもらいました。あ、プレゼントいただきました。本当にありがとうございます。わあー。<laughs> 嬉しいすごくねんだろう嬉しかった <laughs> そうね素敵な素敵な誕生日プレゼントを頂い,いてとても嬉しかったですそうなんかたださえあんなね大々的になんだろうサプライズでメンバーのみんなからなんだろう ケーキをいただくというかオフラインの時にケーキをいただいた時それでも幸せいっぱいだったんですけどそう何なのに個別でもいただけて嬉しかったうしかったよね本当に <laughs> マジで本当に嬉しかったちょっとまだあきれてないのもあるのでちょっと 後で言います後ですぐ開けたいと思いますそう「今日せっかくお休みだから開けれる」<coughs> <coughs> そう「誕生日プレゼントいただきて本当に嬉しかった」ねっしかもみゆさんにいただけなんですよもう,そうも頂い,いた,だいたい時にほんに泣きそうになってマジで「えっ、ー!?」って思って「えっみゆさん!?」って思ったんですよ レッスン終わりの時、なんかレッスン終わりの時にみゆさんに「ちょっとちょっと」みたいなそのプレ,プレゼント持ってきたからみたいなよ言ってくださってえっ <laughs> 何と思ったら素敵なプレゼントいただけてそうめっちゃうれしかったよほ、ね、本当に本当にうれしかった <laughs> あめっちゃ嬉しかったどうしようこのこの嬉しさはどうどう受け止めればいいのかはまだにねうんまだにちょっとお何だろうね本当に嬉しかったです <laughs> <laughs> なんだっけそのそうですね <coughs> 多分初めて んなんかお誕生日になって初めていただけた方がなんだっけみゆ,みゆさんかゆめさんでちょっとあとで確認しますね本当に先輩にいただけて嬉しかったもうあとまた誕生日認知されてるのもマジで嬉しいしね連絡もくださることも嬉しい私本当にマジであの連絡とか緊張してできない人なので 嬉しかったねそうここにも置いてあるんですよプレゼントがあーもう素敵どうしたらいいの本当に本当にや, <coughs> やばいですねもう嬉しいよ嬉しいそうあとねなんだっけ これあれさいただけたものやってんのかわからないけど <coughs> そうなんかワールドグミ研究部だからなんかぜひそのあの紹介してねみたいな感じでグミもいただいたんですよやばくないですかえ皆さんからいただいたグミを今後皆さんにメールで送信するしますはい。 パチパチパチ。い <laughs> やだもう嬉しいんだけどって感じでそうみやさんからグミもいただけたので今後あの待ってくれたらなと思います。メール待っててね。そう。いやもったいなくて食べれないもう本当にそうなんですよ。やばくないですか。いただけたんですよ。 ちょ,っとぜひ <coughs> ちょっといつになるかわからないですけど食べたら食べたらあのすぐさまメール送りますのでちょっとお待ちくださいそうちょっと今はまだもったいなくて食べれてないですね <laughs> 本当にもったい,いもったいないみゆさんから頂きいただいたのだけど絶対あの食べれますので近いうちにうん待っててね そんな感じですねあと近況状況近況報告近況報告はうんと何だろうねあと最近起こった出来事があんまりないかもしんないうん何だろうみんな何なんかありますなんか今これやってるみたいな こういうの、あ、どうなのとか、ありますか、質問。<laughs> 私が話したの、結構話せた気がする。私なんか話してないことあるかな。 ブミナベらちゃんかわいいありがとうブミん今日結構バッチバチメイクな気がするけど <laughs> 楽しみなお話あるかなねどうかな <laughs> <laughs> ええー、んだろうね最近買った商品とかもないしあ最近あれはあの焼き鳥は買いましたそう,そう焼き鳥は <laughs> あのさっきも言ったんですけど焼き鳥は 買いましたあそんな強調しなくていいかい焼き鳥買った焼き鳥買った情報いらないね絶対そうコンビニで焼き鳥を買いましたうんそのくらいかな最近買ったのは <laughs> あ,あとはあのスタバのスターバックスのいちごのフラペチェの最近2回飲みましたね合計で1回は とな一人っていうかどっちも一人なんだけど一回はあのママと一緒に行って二 <coughs> 回目はあのお友達と一緒に行ってきましたそうマジで最近あの焼き鳥を買いました今日,今日さっき買いました焼き鳥買ったのでちょっと目安でコンビニで焼き鳥お願いしますいらないかこの情報 焼き鳥はでですかタですかかちょっとそこまで見てないんですけどちょっとなんか食べたすぎて焼き鳥がちょっと焼き鳥全然商品名見てないんですけどうんとですとりあえず皮でした皮というか食べたらすごい柔らかかったので多分皮だと思いますこれねほんに <laughs> 何も見ずに買ったんよなんかこれ何肉かなとか牛肉かなとか牛肉ないか焼き鳥に分かんないけど何も考えずに買ったらなんか柔らかかった そそうそれで焼き鳥はあの2本あって1本をあの弟にあげましたその弟が欲しいって言ったから偉くない <laughs> そ,うそれでもう1本の焼き鳥は私が食べました <laughs> 皆さん焼き鳥ぜひあの買ってみてください本当においしかったそうでその 焼き鳥がなんか冷たかったから <laughs> 本当に焼き鳥のるごめんね焼き鳥が冷たかったらさやっぱりコンビニにあったからねコンビニにあってなんか結構そのプラスチックのプラスチックのなんかパックみたいな感じで入ってたから焼き鳥がねだから温めまないとって思ってそうでなんか温め方っていうかどうやって温めればいいのか分かんないからそのままプラスチックっていうかその商品 の何もいじってない状態のまま焼き鳥をね <coughs> あの何<に>レンジに入れたんですレンジで 500W で20秒 <laughs> 焼き鳥を 500W で20秒で、ね、温めたんですその温めてる間に思ったんですけどえ待ってこれプラスチックのままレンジして大丈夫なのかなと思ったんでそう思って 慌てて慌ててあの見守ってたんですよレンジをね、うん、なんかならないかなと思ってそしたら何もなかったのでよかったですそうあれは正解だったのかなその時まださそうル,ルアとあと弟しかいなかったからお家にに何もやり方分かんなくてそう <laughs> 結局まあでも焼き鳥はちょっと温か,かいまま弟にあげました 焼焼きき鳥鳥ですよ皆さん焼き鳥グミを買うか焼き鳥買うかける <laughs> え皆さんそれは OK なんですかそのプラスチックのままプラ,スチックのプラスチックのケースがあるままレンジでチンは、OK、なんですか、ね、もう未だに分かんないんだよねちょっとさっきは何もなかったから分かったけどもしかしたら長時間やったらもしかしたらやばかったかもしれないです 油もん時はプライムたくあ本当にやっぱりそうだったんだよかった20秒で <laughs> そう800ワット20秒か500ワット20秒か迷ったんだよねうううんふんふん。あよかったよかったありがとうございます皆さんじゃあ次、次は絶対にあのお皿にのせて <laughs> 焼き鳥また今度買いますので 仕事が終わったばかりで腹が減ってるのだが <laughs> それだけは焼き鳥食べましょう焼き鳥です焼き鳥皆さん焼き鳥何が好きですかさ <laughs> さっき何を食べたんでしょうねとりあえず皮を食べた気がします何なんか豚の皮でしたかねあれはわからないですけどなんか柔らかくてびっくりした、うん、あと焼き鳥にはなのにお肉があるのでしょうか、うん、知識がなさすぎてごめんなさい本当に 実はまだ会社、え、大丈夫なのショールーム見てて。<laughs> 焼き鳥は桃の塩。おおあ、私、豚じゃってて桃ってやってたの。桃もも食べたのかな私は。何を食べたんだろう。焼き鳥作る配信してみては、あ、多分その時はあの、何画面がすごい、あの、何すごい、あの、んでしょう。 曇ると思います。じ <laughs> ゅーと言っとやった私は声聞こえないから、皆さんええなりますか聞こえてますか言っちゃう。いやだってお肉をちって意外と大きいから、ね、焼いてると <coughs> 誰もいないから大丈夫。ちなみに全員開いてるあ本当本当に,本当に <laughs> すごい。 最近メロンパンパ食べてる食べてないなう,ん、そうだんだけどあれだよメロンパンブームがあの終わったとかそういうことは全くなくて普通に食べれる時は食べてるんだけどただ単にそのあのあ朝食とかはよくママが用意してくれてるのでママがねせっせっせっせとあのパンパンっていうかメロンパン買ってきてくれてただけでそ,うそれが最近なくなってご飯とかが多くなったって ってことですそうなんかなんだろうねお弁当とかが増えてきたからそれでやっぱりなんだろうねそのお弁当ママ氏はあのお弁当に入れるよ入れてそのあまりの食材を多分朝ごはんにしてくれてるからそうだからそういうのもあって結構メロンパンとかパン系は結構なくなったかなって思いますね。そう途中から 中学生の途中からあのお弁当になってたので私は、その影響がもしかしたら大きいかもしれない。そうだけど全然メロンパン愛が薄れたとか全然そんなことはないのでいつでもメロンパン一筋ですあ一筋じゃないかえ五、え、<う>筋です五<ご>筋 <laughs> <laughs> 焼た。焼き鳥食べ焼き鳥食べたくなってきた本当に。 おいしよねー好きな食べ物の焼きなな焼鳥追加かないや分かんないなんか分かんないけどなんかなんだろうなんかコンビニで見た焼き鳥が魅力的だったというかなんかグミ,グミ最初グミコーナー行ったんですよ最初コンビニのねコンビニのグミ,グミコーナー行っておいしそうだなと思ってちょっと目線そらしたらなんか焼き鳥が目に入ってえっって思ってそこからなんかもうなんか。 今日焼き鳥の気分なんですよねなんでこの焼き鳥が好きなんだ分かんないとりあえず今日は焼き鳥みたいですそうそうです海食べようよね <laughs> うん。やちゃん焼き鳥パーティーしたいらしいからコバコラボしてほしいえしたいなそれは。えー。いいいね本当の自分 <laughs> 何いけない優しいほうほうほうねえ5筋あうんそうなんかメロンパン一筋っていうとなんか本当に一筋なのかーってやれるから5筋くらいかなと思って5筋。 ベルちゃんありがとうございますみんな気づいた定型文のやつさルアシシカからベルちゃんシカにしてさルアシ生誕祭の定型文まだ変えてないんですよね <laughs> 毎回変え忘れるどうしたらいいんだろう新しく定型文はちょっと考えておきますごめんねだからベルちゃんシカとかになってるいつもより定型文が変わったしあとルームもねそう通常に戻っちゃった ルームもちょっとおとなしくなっちゃったんですけど風景がね背景かそうなんだけどもこの通常のノーマルの風景私は結構落ち着く感じでなかなか好きなのでそういいですね次はイベントあるとしたらいつなんだろうねイベ,イベントじゃないや次背景が変わるとき <laughs> いつだと思うみんな 5月はあと何もうない気がする6月ももうない気がするなんだろうねあと背景変わることしばらくもしかしたらないかもねえー、寂しいそれはそれで <laughs> それはそれで寂しいけどマイ、まあ、七夕七夕とかあるかそれは7月だねえー、結構遠いじゃしばらくもしかしたらこのルームの背景で配信させていただくのですが そう、そう、そう。落ち着いた雰囲気で落ち着いた雰囲気、落ち着いて見てくださると嬉しいですね。そう、すごい。この背景目に優しい。暑いなんかありそうなんだ,だけど、今日多分5月中はもうこの背景じゃないかな？ルームは、うん こんんばは、来ててくれてありがとうございますお、あとちょっと17分しかないあとなんか喋りたいことうーん喋りたいこと喋りたいこと250日か300日ああれか毎日配信のあれかなルームとかもしかしたらあるかなそっかそっかうんうんあと何だろう喋りたいこともうみんな質問ない <laughs> あ、あと なんだっけペイペイ送金できるようになるのは言ったっけ <laughs> 最近一人でペイペイ a y 送金なるできるようになったのはもう言ったみんな何話したかもう忘れた言ったかなそう最近できるようになったんですよとペイペイもね最近めっちゃ使う愛用してて 毎回毎回ペイペイでって言ってあ聞いたあおじゃ言ったねそう毎回ペイペイでって言って携帯出すじゃないですかでピッてした瞬間私すぐ画面消すんですよ <laughs> 瞬間でもないか,かピッて言ってもう1秒くらいしたらもう消すんですよその理由がありましてあのなんだっけ すぐ消さないと私の携帯からいくらいくらその無音モードみたいななんかなななんかなんんだかかそういうモードにしても音が鳴るんですよ。ペイペイってでたまにあのガラポンみたいなの始まるし「じゃ当たり!」とかね <laughs> そういうのがあるからそ,うそれ結構大きい音量でね出てしまうからうだからすぐ消しちゃう <laughs> ピッってしたらよし。<laughs> オフラインの洋服ああねなんだろうねなんか着てみたいなまあでもまあ何もなくても着てくださるのが一番嬉しいんだけどなんだろうねでもせっかくオフラインだからなんか決めたいよねうん生誕ティーは絶対でしょでなんだろう 普通のお洋服も一回入れてみたいな。なんか私服みたいな。私服の部も入れたいし。あと何だろうね。なんかオフラインのところにテーブルがある、テーブルがあるということを知ったから、だからなんか、ルアシグッズとかでもいい気がしてきて。そう。なんかどうしてもオフ、オンラインではルアシグッズっていう枠を作っても、その、 なんだろう,もう画面に映るように持たないとみたいな感じだったけどテーブルがあるとやっぱりオフラインは結構もしかしたら見えやすいかもしれないメガホンとかポーンって起きる <laughs> メイドさんうんうんいいね本当に何,何か持ちながら話そっかうん当に自分で作ったパフェとかをさ片手で持ちながら。 フレーのような <laughs> あ,ありがとうございます <laughs> 面白いそれはそれで面白いけど危ないって止められちゃいますねそれはそれで <coughs> ねテーブルあると思わなかったらもうそうそうそうだからテーブルあったらもしだったらそのなんだっけあのうんとカンペっていうか あのスケッチブックに何か書きたいなと思ったんですけどあの女あったのでよかったねどうしよっかなうん何がいいかなみんなじゃあさ私服で好きな好きなテイストとかありますか スポーティーなお洋服が好きとか、ガーリー系とか、なんか私がいつも着てるようなフリフリーとか、襟が大きいお洋服着てる子が好きだよとか、着てる子が好きっていうか、着てる服好き、なんか、そういう服好きだよとかなんかありますかオルちゃんとか。うん。あるおっきいリボン。<laughs> そうなんか最近は結構なんかかっこよめの服とかも結構着てみたくてうん憧れるんですよねなんかワンピースうんうんゴスロリうんうんうんメイドさんメイドさんじゃないやでもそういうなんだろうめっちゃめっちゃ フフリフリーみたいな感じにするとちょっと多分あのメイクもめっちゃ濃くしないといけなくなるのでそうちょっとメイクも学ばないといけないなそしたらお腹出しファッションおーすごいでも夏にいいですね6月25日だから多分暑いだろうしたまにスポーティーな格好を見てみたいおーいいですよね なんだっけけ名前忘れたけどつなぎあーあれたどああサロペットですかそうむ村さんの,あのチャンネルの YouTube チャンネルの撮影した時にそうあの着させていただいたんですけど、うん、あれ可愛いですよね私もめっちゃ好きあれブランドで言ったらイングが好きうん,うんいいよねイングクマクマかわいいこの前ロリータみたいなボイシ見たからボイシュなベルちゃんみたいおーいいねえ <laughs> ボイスやっちゃっていいですか <laughs> じゃあどうしようかなじゃあその代わりその代わりだよあのセタンティーを着るときに結構ガーリー系なお洋服を あ待ってでもあの色かあの色かちょっと待ってちょっと待って一回考えるとちょっと待ってあの十秒ほどお待ちください無言が届きますえちょっと待ってええあの色あの色はどうだったろうえちょっと待ってあの色にガーリーの合うかなあわ合わせる 合わせますとりあえずうんじゃあその代わりその生誕ティーに生誕ティーにその,あの青の青のあの青青の生誕ティーにあのガーリー系のお洋服を <laughs> 合わせるのででいいかなだからなんだろうね うんあとはボーイッシュとあとメイドさんでも記憶かなうんそれでいいかなオッケー <laughs> オッケー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 まあ六月のオフラインってもう最終も 最終も終わっちゃったっけそんなことないまだもうなんか何回かあるよねあと <coughs> <coughs>。楽しみありがとう。じゃあどうしよっかな。が 5部がセータンティー5部セータンティー6部が6部どっちがいいかなメイドかメイドかスポーティー系のお洋服うんどうしよっかな6部がメイド 七部がスポーティーにします。じゃ。オッケー。また。あの正式に決まったら、あのまたなんだろうね、メールとかにも送りますので。その時はよろしくお願いします。あの、紙もね、後で貼ろうかなって思ってますので。じゃあ、切って。言った。ふう。 ロエタんこの時間新鮮そうですね <coughs> そうそうそう <coughs> 誕生日以来に初めて9時以降に配信してるから久々だね <laughs> 嬉しいな了解ありがとうございますそうじゃあ えっと、もう一回言いますが、5部生誕ティ、6部メイド、7部がえっとスポーティーなお洋服で、6月25日のあのオフラインおしゃべり会、よろしくお願いします。楽しみにしてますね。了解ありがとうございます。5月4日の劇場ショップのお手伝いで、ルアちゃん可愛いって笑顔で手振ってくれとても嬉しかったです。え嬉しい待って、それも覚えてくれた、覚えてくださってるんですかありがとうございます。嬉しい。可愛かったよ。 ありがとうございます。いつも朝見させてもらってありがとうございます。そうですね、そう。最近毎日朝配信してたんだけど、今日は夜行けた。<laughs> やったねー。オフラインオンラインは今、応募できる。オンラインはもうあの終わりました。ね全部のスケジュール、追加のオフオンラインも終わって。でも、オフラインはまだあるんですけど、だけど、今はあのまだ。 応募できなくてまた多分お知らせ来るのでその,その時はちょっとあの配信とかでちょっとした告知できればなって思ってますねだから今応募は全部できないけど <coughs> またあると思うから待っててね <laughs> 場所どこ場所はあの大釜です大釜。 ときセの前の目の前っていうか大釜にありますよ駅から徒歩何十分間もするんですけどバスで行けばすぐ着くと思いますそうみんなあれかなオフライの時とかよくあれかなこう 車とかで来てるのかどうやってみんな来てるの <laughs> 気になるどうやって来てるんだろう大阪的ひょっとえごめん大釜だったねごめんねそうごめん大,大阪お大阪的ひょっと <laughs> 大釜大釜にあります車おー車が多いんですね。 そう <coughs> ね、そう駐車場とかもありますので待って車いっぱいあるいるね車の方ロアタイいつか絶対にいくありがとう嬉しい待ってるね会いに来てね私もね大阪とかに会いに行けるようにこれから頑張ります待っててね。 劇場から近いそそううだねそう近いちゃ近いかもしれないこの前駅前から歩きましたよ健康的バスで行くうんうんねバスだとこう行ってこう行ってこう行くとつきますよねうんうん明日も頑張るのいくつ明日も頑張れうん <laughs> 車、ね、来て少し安い駐車場止めて歩いてくるおおねえなんか駐車場結構駐車料金とかもありますからねうんねあるよね結構、うんうん、あううお疲れ様でうん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 う久しぶりかもしれないねありうとうございます元気 すごいねみんな車が多いんだじゃそうかそうか私てっきりんだろうバスとかが多いのかと思った車ねあ待ってあとあとあとやばい時間がない待ってこんなことこんな喋ってたらはい <laughs> チーズ ありがとうございました。やばい、時間がちみにやばいよ。いきますね、お礼させてください。13位、古川氏、ありがとうございます。12ピーメガネ氏、ありがとうございます。11 エボルタ市ありがとうございます。10位アザラシクジラ市ありがとうございます。9位シューチャー市ありがとうございます。八位小川ワマン市ありがとうございます。七位秀デジ市ありがとうございます。六位春ルゴーモ市ありがとうございます。五位マスオ市ありがとうございます。四位ガトランテス市ありがとうございます。三位ケンジ市ありがとうございます。 にカズチン氏ありがとうございます。そして一位はジャガ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 っぽいおじゃしですありがとうございましたー。パカーンありがとうございました。また来てねー。はい皆さんごめんねちょっとちょっと早口になっちゃったけど。 本当にみんなが来てくれて嬉しかったごめんねちょっと久々に1時間半配信したけど最後まで見てくれた方もいてありがとうございます明日朝配信どうだろうね朝もしかしたら夜もできるかもしれないうん待っててくださいそれはちょっとごめんねまだ決まってないなじゃあそれではありがとうございましためっちゃ祭り上がってるやったバイバーイおやすみバイバイ